京子君。公明党のバニブチ陽子でございます。4人の参考人の皆様、本日はお忙しい中、わざわざ国会までお越しいただきました。大変にありがとうございました。そしてまたそれぞれのお立場で貴重なご意見を賜り、重ねて感謝を申し上げます。大変にありがとうございました。それでは早速質問に入らせていただきたいと思いますが、今回の改正にあたりまして基本的なことになりますが、改めてまず4人の参考人の皆様にお伺いをしたいと思っております。自然災害の頻発、激甚化、広域化、また中東などの国際エネルギー情勢の緊迫化など、さまざまな環境の変化を踏まえ、国民生活や事業環境の基盤であるエネルギーについて、強靭かつ持続可能な電気の供給体制を確保しなければなりません。そして新型コロナウイルスの世界的な拡大の影響で、温室効果ガス排出量が世界的に減少しているようでございますが、しかしこれは一過性のものでありますので、日常生活を取り戻したアフターコロナ、ウィズコロナ、こういった世界を見据えた上で、適切に電気を使い、温室効果ガスの排出量を削減していくために、再生可能エネルギーの普及を着実に進めていくことが重要であると考えております。我が国では2012年に施行された再エネ特別措置法、いわゆるフィット法は、再エネ導入に大きな効果を上げるとともに、賦課金による国民負担増加といった課題も指摘されました。そういった中で、この法律は2016年に改正され、今回さらに大きな改正案が審議されております。今回の改正を検討されました、審議会の座長でもあられます山地参考人もいらっしゃいますし、また産業界のお立場ということもありますし、それぞれのお立場があると思いますが、改めまして、これまでの再エネ促進政策の経緯の中で、今回の改正案をどのように評価されているのか、4人の参考人の方にそれぞれ改めてお伺いをしたいと思います。山地参考人。はい、ご質問ありがとうございます。先ほどの私の意見のときにも述べたんですけれども、再生可能エネルギーに関して最終的なゴールというのは基本計画にも書かれてますけれども、系統コストも含めて経済的に自立した再エネ電源を主力化するということでございますので、今回それの一つのステップ、重要なストップだと思いますけど、今回で終わりではない。これからさらに本当に系統コストも含めて経済的に自立した再エネに持っていく、そのための一つのステップだというふうに考えます。ただし現在のもう課題というのは、その 2.4 兆円の賦課金、それから事業規律もかなり心配されるところがございまして、それからネットワークをどう整備していくか、まさに待ったなしの状態にあるので、これは急いでやっていっていただきたい。ただし、これがゴールではない、その前のまではワンステップ前だということを私は考えております。次に小野参考人、お願いいたします。ありがとうございます。フィット法が、一番最初に入ったとき、2012年7月でございますけれども、あのときは、震災の直後で、原子力がバタバタと止まっているような事態で、ある意味、再エネの早急なですね、導入が必要だと、そういうのも相まってですね、フィット法がスタートしたというふうに認識しております。ただ、これまで そのフィット法改正で見られますように、あまりにもその導入を急ぐあまりですね、いろんな例えば、買取価格の設定でありますですとか、あるいは、事業規律にも影響を及ぼすようなですね、さまざまな問題点がですね、顕在化してきた、それをこれまで、経済産業省の方でですね、修正をかけられてきて、今に至っている、こういう認識をしております。で今、そのフィットによる導入規模というのがですね、設備認定レベルでも9000万キロワット程度になっているかと思いますが、こうなりますと、もはやですね、再生可能エネルギーが主力電源になってもらわなければ困るような事態だというふうに認識しております。で、主力電源とは何かということですけれども、単に量だけの問題ではなくてですね、先ほど私が陳述の中で述べました通りですね、経済的にも自立しですね、事業規律も有し、先ほどの保坂先生のご質問で答えたように、将来的にもですね、見通しが効くようなですね、電源になってもらわなければ困る。それが初めてですね、主力電源
たるその再エネではないかというふうに思っています。したがって今回の法改正は、先ほども申し上げましたようにまだやはり私は道半ばだと思ってまして、再エネのそういった自立化まではですね、不断の見直しが必要であろうというふうに思っております。以上です。石川さん、公認。お答え申し上げます。やはりフィット法というのはですね、2011年3月11日の午前中に閣議決定されて、その6時間後に東日本大震災が起こったという、まあ、不幸な生い立ちがあるわけですけれども、もともとはあんなに高い値段ではなかったんですね。多分想定フィット価格が。それがやっぱり311の原子力事故でもって、うわーっとあの時の空気でもって、原子力はダメで再エネに行こうぜみたいな話になって、それでボーンとこう出てきたという、まあ、こういう、まあ、黎明期がそうだったので、どうしても再エネのその政策書を見ると、価格を下げていくとかですね、そういったなんとなくその後ろ向きというか、冷や水をかけがちな政策の流れだったことは否めないと思いますが、まあ、しかし、諸外国を見てもですね、だんだんフィットの価格が下がっていくという歴史をたどってきたので、まあ、日本の場合には良くも悪くも自分で先陣を切るというよりは外国がやっててそれをうまく輸入してブレンドして日本流にアレンジするということで、そういう点においてはフィットの流れというのは最初の設定はちょっと高すぎたけれども、まあ、しかし今ここに至る経過はですね、いろんな方々の努力によってそれなりに評価がされるものと思います。やはりそれともう一つは価格だと思うんですね。やっぱり費用だと思います。物事やっぱりお金がかかることでございます。ある程度儲けは必要にしてもどこまで再生エネルギーに日本のシーズを注ぎ込むのかというのはフィットの価格に現れてきたんだと思います。今回それがまあフィップというものを徐々に組み入れていくことによってさらに適正化されていくんだと思いますが、やはり私も資料で申し上げました通り、日本は311をきっかけとして再エネにシフトしたというそういう流れがありますので、大きくですね、もともとこのぐらいの流れだったのが、ボワンとこういってしまったというバブル的な話だったので、そこを解消するには、やはり原子力の正常化というものをやることによって、費用の面でのバランスを取らないかんと。で、原子力っていうのはですね、なぜ私はこんだけ言うかというと、やっぱり安全保障を考えたときに、日本の国には資源がないと、化石燃料は取れないと、これはもう偉いことであります。はい。と言ってもですね、オイルショックが起きたのは40年ぐらい前なんで、みんな忘れちゃってるかもしれませんが、しかし、いつ起こるかわからない。コロナもそうだと思うんです。こんなことがあるって誰も想定しなかったですね。その想定していないことを広く見て、それで備えておくのが、やはり国会の場であり、政府だと思うんですね。そういう点からしますとですね、まあ、たまさか原子力は CO2 が出ないということですので、まあ、そろそろですね、震災からそろそろまあ10年ぐらい経とうかという時ですので、そちらの方についても目配せをいただきながら、再エネの費用をもっと抑えていく、原子力の安価な電源をもっと活用して使い切ると、そして廃炉に持っていくという、こういう発想で再生エネルギーにこう縦割りでもって狭くなるのではなくて、広く全体のエネルギー政策でもって、さらに政策を展開をしていっていただければというふうに思います。桃井参考人。ご質問ありがとうございます。再生可能エネルギーを増やす上でフィットが果たした役割は非常に大きかったと思っています。ただ今の時点で、まあ、先ほども申し上げましたとおり、まだまだその日本の中での再生可能エネルギーの発電コストは十分に下がっていません。ですので、まあ、今の段階で経済的自立だとか国民負担が高いものを抑制しなければいけないという視点で、フィットをなくして、入札制度に移行してしまうというのは、むしろこの再エネの普及を阻害するものになってしまいかねないということを心配しています。もう少し再生可能エネルギーの普及という視点で、全体的な見直し、まずは目標を高く設定すること、それから、まあ、優先接続をすること、それから、まあ、送配電費用の負担などの、抜本的な見直し、こうしたものが必要だと思っています。で、とりわけ再生可能エネルギーはコストをさまざまな形で見える化されるんですけれども、むしろ石炭や原発の費用、また気候変動による被害のコスト、まあ、こうしたコストが十分に見える化されていません。だから再生可能エネルギーが高いのではなく、もっと他にかかっている高額な費用、気候変動による被害も含めたコストというところも比較しながらフィット
とか再生可能エネルギーの制度について考えなければいけないと思います。ありがとうございます。鰐淵洋子君、それぞれのお立場からご意見大変にありがとうございました。次の質問に入らせていただきますが、石川参考人と山内参考人にお伺いをしたいと思います。再エネの普及のためにはフィット制度などを通じた再エネ発電施設への支援だけでなく、電力システム全体を脱炭素化に向けて変えていく必要があると思っております。今回の法案におきましては、配電事業やアグリゲーターといった新しい制度による分散型の電力システムや再エネのポテンシャルを踏まえた系統設備など電気事業法において再生可能エネルギー導入につながる制度を新設するものと承知をしております。石川参考人からは、分散型の電力システムが再生可能エネルギーによる電力の拡大にどのように資するとお考えか、お伺いをしたいと思っております。山地参考人におかれましては、再エネのポテンシャルを踏まえた系統設備についてお考えをお伺いしたいと思います。石川参考人、ご質問ありがとうございます。やはり分散型電源というのはですね、言ってみれば概念的には小規模な電源ということだと思います。分散型電源という言葉自体はもう90年代からずっとありまして、ただその都度どうやって進めていこうかということに随分頭をひねって、ここはなかなかうまくいかなかったですね。というのは、やはり日本にはそれほど、さっきも申しましたけれども、取れるエネルギー資源があまりないということもあったと思います。ほとんどが化石燃料輸入でございまして、今日現在ですとおそらくもう9割ぐらい以上ですかね、エネルギー依存度が外に外国にあるということからして、そういう点から分散型電源をしかし今回進めていこうというのは、ようやくまさにフィットということでもって、再エネ、これは再エネというのは大方太陽光にしても風力にしてもバイオマスにしても、バイオマスも一部輸入あるんですけれども、国産エネルギーだという位置づけでもって進めていくということで、規模はそんなに大きくないし、俗に言う地産地消ということでもっての機運も私は徐々に高まってきていると思うんですね。そういう点においては、こういう配電システムとか、あるいは遠隔地においてはそこは少し話してもいいよというようなことで、その地域でもって頑張って自分たちで一つの閉じたエリアでもってやっていくという仕組みを作ることでですね、その地域の意識が高めていくという点において、私はこれぞ本当に分散型電源の姿になっていく。でさらにそこに小規模電源の再エネに加えて、やや不安定な再エネを補完するための蓄電池、バッテリーというようなものも普及、それの普及をやることによってですね、その地域の配電網における自立型、あるいは災害時における独立性というもの、自分たちでも電源が多少あるんですというようなところで、こういったものを進めていくことによって、分散社会というのはやっぱり災害とかそういった非常事態というのはいつ起こるか分かりませんし、例えば北海道胆振地震のように広域的にドーンといった場合にはですね、全体がこうなってしまうというところにおいては、そうではなくて、全体が仮にダメだったとしても、それぞれの地域において自立できるという仕組みを作っておくというのは、ひょっとしたら遅きに失したかもしれないという、そういう意味におきましては、今回の制度改正案を早くに成立施行していただければなという、そんなふうに思っております。山地参考人。ご質問ありがとうございます。再エネのポテンシャルを踏まえた系統整備ということでございますけど、再エネはやっぱり日照とか風とか、その自然条件で資源の不損場所が決まってますから、で需要地は需要地であるわけなので、当然間に系統がいるということですね。で、したがって先ほど来の繰り返し申し上げてますけど、系統コストも含めて経済性を評価しなきゃいけない。つまり系統コストを意識したその地理的な電源配置というのも考えなきゃいけないということです。そういう意味で最適化を図っていく、それが基本ですけど、ただ制度上の問題でいうと、先ほど申し上げた中で、広域化する送電というのがありましたけど、実は自然変動する電源は調整力を持たなきゃいけないんですけど、従来その調整力は東京、東北とか、そのエリアごとにこう調整力を調達してたわけですけど、これを広域で調達する、これはもうすでにやり始めておりますけれども、今後その制度がより整備されていく。さらにプッシュ型という話で一括検討プロセスという話をしましたけれども、特に洋上風力、日本海側に結構大きな資源があるんですけれども、個別に対応していったのでは系統整備非常に合理的にできない。やっぱりそれをまとめて一括で検討して
電力系統の整備と電源の整備を合わせてやる、そういう仕組みはまあ今回の法案も踏まえてできるようになりつつあると思いますので、先生おっしゃることはですね、今の対応の中にその方向で向かっているというふうに考えております。鰐淵洋子君、はい、ありがとうございました。続きまして電気料金と国民負担につきまして、小野参考人と石川参考人にお伺いをしたいと思います。今回の改正法案につきましては、この託送料金制度の改革や再エネのフィップ制度の導入は国民負担を最大限抑制しながら送配電網の強靭化や再エネ導入の促進を進めるための制度となりますけれども、この点につきまして我が国の電力消費の多くを占める産業界の立場からこの参考人のご見解をお伺いしたいと思います。また石川参考人におかれましては、この電気料金制度に保険識を持たれているということで、先ほどもご意見いただきましたが、改めてこの評価をお伺いをしたいと思います。小野参考人、今回フィットからですね、フィップへの移行というのが、明記されたわけですけれども、FIP の考え方、完全なその何て言いますか、そのマーケット変動価格に対してプレミアムが乗る場合とですね、それからそのプレミアム その考え方、基準となるですね、価格との平均の取り方とかですね、さまざまなやり方によってですね、実は変わってきます。例えばプレミアムをどのぐらい乗せるのか、これもですね、先ほど入札によって競争的に決まることにはなっておりますけれども、それが本当に競争が働くのかどうかとかですね、これはしっかりウォッチしていく必要があると思っています。でまだ正直申し上げますと、じゃあ FIP になったからですね、全てがうまくいくというふうにそこまでは楽観しておりませんで、やっぱり進捗状況を見ながらですね、その微調整をしていく必要があると思いますし、先ほどから申し上げますように、フィットにしてもフィップにしてもですね、これはあくまで再エネが自立するまでの、暫定的な支援措置でありますので、最終的な着地点としては再生可能エネルギーが、経済的にもですね、自立していく、そこを着地点としてですね、この制度の運用をすべきだというふうに考えます。石川参考人。ご質問ありがとうございます。確かにですね、使う側から、電気を使う側からすれば、あるいは再エネ事業者も含めて発電側からすれば、託送料金というものは、それは安い方がいいというふうに思います。しかし、やはりインフラということでありまして、しかも送配電網というのはもう重厚長大なものでありまして、ひとたびこれがこうパチンといってしまいますと停電ということになって、電気というのはこれはそこら辺の商品と違って電線がないとなかなかこう運べない、運べないというか、なかなかというか絶対運べないということでありまして、これが切れちゃうとどうしようもないという、そういう意味においては維持とか管理とか、あるいはそれをやる、そこに携わる方々のモチベーションとか、いろいろこうある。そう考えますと、一定の費用負担というのは消費者、需要家としては当然やらなければならないという意味におきまして、私はこれはあんまり叩きすぎちゃうとですね、もう誰もやらなくなっちゃうんじゃないかという意味において心配をしております。だからといってじゃあこうあんまり高止まりすればいいかって、そういうもんでもない、その辺のバランスの問題だと思いますけれども、ただ今回の法案におきましては、電気事業法の方については、そういう送電については、託送について制度を多少ね見直すということがありますけれども、あの案はこの大変な調整によってできたものだとは思いますけれども、その点においてはですね、事業者に対してインセンティブ、送配電事業者ですね、インフラを維持する側にインセンティブが与えられるという仕組みであるということからしますと、非常に私はその点は評価をしておりますが、ただやっぱりどうしてもですね、去年の台風を思い出してしまうんですね。それからその前の関西豪雨、この関西関東で2年連続で大きな災害があったということを考えますと、やっぱりこう叩くという方向よりは維持するという方向で、インフラを維持するという方向でもう一度託送料金も含めてですね、料金制度を考えて、ただそこはある程度のものを作ったからには
政府あるいは政治の方できちんと国民に対してですね、まあ、説明とか説得とかそういったことが次のプロセスになるんじゃないかというふうに思います。まあ、もう一度まとめて申しますと、あんまり叩きすぎるのではない、事業者にインセンティブを与えるという点においては私は今回の制度改革がとてもいいものだろうというふうに認識をしております。谷口洋子君、ありがとうございました。今回の重要な法改正にあたりまして、それぞれのお立場で大変貴重なご意見をいただくことができました。感謝を申し上げて質問を終わりたいと思います。大変にありがとうございました。次に浅野